おかんとさなえのフリーサイズチャンネル、はい、大輔師匠、はい、はい、いつもお世話になっております。フリーサイズ2人から大輔師匠にチョコレートでございます、はい、バレンタインチョコレートモネ仕様でございます、はい、いや最高だ、モネだそうでございます。今いいよね、すごくな。いやこんなのあるんだ、はい、絵画仕様のチョコレートを見つけたので、これは大輔師匠に、いやいや、ありがとうありがとう、はい、今すごい人気やね、モネ。いやモネか、一時期あの絵画に凝って、はい、もうサラリーマンの時、あの前世からの絵画仕様を全部こうやってザーッと毎日眺めてた時期、時期があった。大輔氏初めてのチョコレートなんです。今もう2月ですよ。待てって言うてんね。あ、ストップかかってるんですね。そう、いつもストップやねこれ。じゃあ今日は解禁日。大輔師匠のチョコ解禁日でした。知らないと。ちょっと後で、はい、ちょっとレートやん。チョコレートとしてはちょっとレートやん。ちょっとレート、あ、遅いっていうね。うん、ちょっと後で。これすぐ食べるんですよ。パチンってパチンって。カップエビセンみたいにバーン食べない。ちょっと早いですからね。両手でいっちゃうんですね。上等なチョコレートはな。ゆっくりお召し上がりください。はい。ハッピーバレンタインです。チェンキュー。見てこれ。芸術的な芸術。モノマネ。モノマネ。嬉しそうやな。いや、これはね、あの浮世絵をモデルにしてね。ずっと日本の浮世絵を勉強してマネがモネがマネはもうダメです。とこなしや、とこなし。3人で、はい。